はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。はい、続きやっていきます。今日は、おっと待った、これ壊れそうだぞ。6個か、直せるかな。もう直さず新しいの作った方がいいかな。うわ、もう無理ですわ、直せません。ちょっと32はコストがかかりすぎてますね。作りますか、新しく。そして経験値をね、貯めてエンチャントするしかないね。これは今日はこっちの階段の方を少し加工していこうかなと思っております。で、実はね、今日上げるはずの動画、今日は木曜日にはこの動画が上がってると思うんですが、今ね6時ぐらいに撮影しております。キワッキワの戦いをしております。ちょっとね、前日に撮っておくっていうのが、この毎日投稿のやり方だったんですけど、ちょっと今ね、昨日撮るのを忘れて疲れて寝てしまい、今急いで撮っております。今日はね、 なのでそんなに長い話はできないんですけど、したくないって言いそうになったんだけど、なんだろう、長くなる話はね、取っときたいんですよね。よいしょ。今回木曜日26日ですね、今日は。何の発売日でしょうか。今日はね、結構対策がたくさん発売されますよ。シアトリズムとか、シアトリズムドラゴンクエストも今日じゃないかな。あとはまた無双シリーズですね。無双シリーズよく出しますね、いろいろ。で、僕が今週購入するゲームはですね、ブラッドボーンというゲームです。で、ブラッドボーンはフロムソフトウェアさんから出るゲームでございます。もう言うなれば、簡単に言うなれば、デモンズソウルシリーズ、ソウルシリーズですね、ダークソウルとか。あれにかなりゲーム性は近いんじゃないかなと思っております。まあ細かいことを言うと、今回のは今までのソウルシリーズとは違って、いろんなね、面白いシステム、あとは回避行動の速度とかが変わっているので、また違ったゲーム体験になるんではないかなと、まだプレイしていないので分かりませんが思っております。道具が、しかもこれ拾えない感じね、もったいない。今までのソウルシリーズっていうのは敵の動きが割と早い。だけど自分は乗ったり動くと。ただ今作、ブラッドボーンを見てみると、意外とね、ガツンガツン動いてるんですよね、主人公が。そして回避行動も、なんだろうな、なんて言い方をしたらいいんだろう。もうシュッシュッって、すごいスピードで避けるんですよね。よいしょ。なので割とスピーディーなアクションになるんじゃないかなと期待しております。まあどっちでもいいんですけどね、重たいゲームも好きですけど、今までのソウルシリーズの感じで、あ、またこういう感じね、楽しい楽しいではなくて、お、ちょっとなんか違うぞ、このゲーム体験違うぞってなりそうな気がして楽しみでありますね。それになんだろうな、プラスしてちょっとお話ししたい内容が、後日強化だけになっちゃった。今13しかないのか。いいか。ちょっとでも何かついてくれたら嬉しいんで。ブラッドボーンの話はね、プレイしてからまた新
とは実況の動画を上げるかは分かりませんが、プレイしてからまたお話ししたいなと思っております。よいしょ。で、今回ちょっとお話ししたいのはですね、ごめんなさいね、今ね猛烈に鼻がやばいんで鼻すする音入るのすごい嫌なんですけど、ですね、ゲームエンジンの話をしたいなと思ったんですけど、まあこれねゆっくり話したいんですよね。なので今日持ってくる話題ではないかなと自分では思っているんですが、今回ブラッドボーンに使われる、ミドルウェアと言われる位置づけなのかな、モーションブラー、モーションブラーっていうのはこうスッスッって動かした時にちょっとブンブンってこうブレるような演出、これは今入ってないですよ、マインクラフトには入ってないんですが、モーションブラーという表現があります。あとはレンズエフェクト、最近のゲームは非常に多いですね。 FPS に対して TPS も多いね。こうカメラが光源の方を向いた時にレンズにホコリがついているみたいな表現ってあると思うんですよ。ああいうものとか、あとは光源ですね、光の差し具合とか、そういうものを、表現するエンジンというものがあります。簡単に説明するとなると、僕もね、ここで言うことは全てが正しいわけではなくて間違った情報をバンバン出てくると思いますが、僕なりに、なんだろうな、言うと、なんだろう、僕なりに言うと、違うな、ゲームエンジンっていうのがね、ゲームを作る上では必要なんですね。で、それっていうのは、基本的にミドルウェアとかね、今回ね、ミドルウェアの話をしたいなと。で、ミドルウェアの話っていうのはゲームエンジンの話なんですけど、ミドルウェアの位置づけが間違ってたらごめんなさいね。ゲームエンジン、ゲームにおけるミドルウェアはゲームエンジンだと思うんですよ。ソフトではなく、まあ、ソフトを開発するのにエンジンが必要なんですけど、ちょっと難しいよね、この辺。ハードウェアはわかるじゃないですか。ハードウェア。これはもうハードですよね。PS4 しかり、Xbox One しかり、Wii U しかりと。ハードウェアを開発するところは、まあ、ソニー、マイクロソフト、ニンテンドーと。まあ、この辺が有名ですよね。じゃあ、ソフトは何だ？まあ、日本の企業で言ったら、カプコン、セガ、ナムコ。ナムコが今、いろいろ騒がれてますね。小島さんの、小島監督の、いろいろな件で。あとは、なんだ？まあ、今回のフロムソフトウェア。これも日本の企業だよね。そんな感じで、ソフトは有名なものがあります。じゃあ、ミドルウェア。まあ、ミドルウェアって言い方をすると、ちょっと面白いかなと思って言ってるんですけど、その、間に入ってくるような。そもそもがね、ちょっと難しいんですよね、説明しようとすると。ウィキをちょっと見たんですが、コンピューターにおける、その OS。大元のところにあるそのシステムとアプリをつなぐためのソフトのことを、ソフトをこううまく作ることをなんかミドルウェアとかいうような気がするんですけど、ちょっと難しいのでそこは割愛しますね。ミドルウェアって言いますが、ゲームエンジンの話です。よいしょ。OK、こっちもつながりましたね。で、そのミドルウェア、ゲームエンジン、今回は、Avis、読み方間違ってたらごめんなさいね、 Avis 2というシリコンスタジオというところが開発した Avis 2っていうのがブラッドボーンに載っているという話です。でですね、これはゲームが好きな方なら、なんだろうな、まあ何をそんなこと言ってんだと、当たり前のことじゃないかみたいなね、まあ当たり前なことじゃないんだけど、なんだろうな、ゲームが好きだとそのミドルウェアの部分、
ゲームエンジンの部分って結構切っても切り離せない分野だと思うんですよね。で、実はそこを好きになると結構ゲームって面白くなってくるのかなって思うんです。このゲームエンジン使われてるんだったらやろうとかね、そういう風に考えるとまたゲームのその選択肢の幅っていうのが増えると思うんですよね。それがね、今回ちょっとお話ししたいなと。まあ特に僕ががっつりこのエンジンはやばいみたいな、そういう話ではないんですが、せっかくね、俺はなんだろう、カプコンのゲームが好きだぜとか、エレクトロニックアーツのゲームが好きだぜとか、ソニーのハードが好きだ、マイクロソフトのハードが好きだっていう話はよく聞くんですが、俺はこのゲームエンジンが積まれてるゲームが好きだみたいなね。まあ、あのね、言ったらね、どれも素晴らしいゲームエンジンばかりなので、いまいちね、どれが積まれていても気づかないことってあるんですよ。あ、これで来たんだ、みたいなね。唯一わかりやすいのはフロストバイトなんじゃないかな、僕の中では。フロストバイトエンジンっていうのはもう有名で、EA がしょっちゅう利用しているゲームエンジンですね。バトルフィールドにしかり、ニードフォースピードも、ゲームエンジンは、よいしょ、フロストバイトを乗っけています。フロストバイトは、フロストバイト臭がするんですよね、結構。BF のね、独特な質感とか、あとね、ニードフォーもね、最近のライバルズとかは、かなりフロストバイト臭をする、ゲームになってましたね、中は。そう、そういう感じでね、ゲームエンジンを見るのが面白くて、で今回エイビスの話をしていますが、エイビスのシリコンスタジオ、エイビスを作っているシリコンスタジオの、YouTube チャンネルも存在しました、確認したところで。その YouTube チャンネルのところに、今回のエイビス2のテックのムービー、そのなんだろうな、紹介ムービーじゃないですけど、そんなものがありましたので、概要欄の方にリンクは貼っておきますので、どんな感じで映像が作られているのか、まあなんだろう、ゲームエンジンのね、テックデモというか映像っていうのは、まあそもそもかっこよく作られているので、これがゲーム内で動くかっていう話ではないんですが、非常に綺麗なものが存在しますので、よかったら見てみてください。そんな感じかな。だね、ゲームエンジン、まあゲームエンジンでゲーム選ぶことはないんだけど、うわこのエンジン積まれてんのかやめよとか、そういうことはねあんまないんだけど、ここをねちょっと調べたりするとまたさらに面白いんじゃないかなという話でした。いやー、ディビジョンっていうね、 UBI のトム・クランシーシリーズのゲームがね、まあ今年待つくんじゃないかなぐらいの、まだまだ先が長いですが、ここちょっといね、わざとこれは入れてませんよ。今年来るんではないか、発売するんではないかなぐらいのゲームがあるんですけど、それのね、スノードロップっていうエンジンもね、結構僕は期待していて、まあどうでしょうね、どこまで。そう、ゲームがね、発売する前のトレーラーと、まあ、インゲームらしき、ね、トレーラーと、ゲームが発売してみたら、あれ、ちょっとトレーラーと違うぞっていうことってよくあるんですよね。で、そこも難しいですよね。こういうゲーム作るんだ、うおーってムービーを作って、まあ、企業がね、作っている段階で、まあ予算だとか、技術だとか、あとは快適さ優先、僕の好きなフレームレートですね。フレームレートを優先するためにとかね。そういった理由で、ゲームを最初に出したトレーラーより、まあ言い方が悪いですけど、劣化させて、劣化したように見える。そんな風にゲームをね、出すパターンもあるんですよね。まあ、それはいいか。そう。
なので何のエンジンが使われているんだろうって見ながら、まあ、暗いエンジンとかね、暗いシス、あの目みたいなマークのやつですねとか、あとはなんだろうな、まあアンリアルエンジン、アンリアルエンジンは最近アンリアルエンジン4が月額ではなく無料になりましたね。一回落としてね、そのゲーム開発のツールというものを触ったんですが、なかなか面白かったですね。全然勉強しないとわからないレベルなので堪能するほどいじくれなかったんですが、おお、ついに壊れてしまいましたね。まずい、これツルハシも作ってくるべきだな。はい、じゃあこの辺でちょっとね、今回は終わりにしたいと思います。ちょっと鼻がやばいんですよね、もう鼻がやばいんで、今日どうなんだろうこれ薬漬けしてんのにな。はい、すいません、お聞き苦しい動画になってしまいました。次回もまたダラダラ貼っていきたいと思います。ゲームエンジンの話はもうちょっとね、今パッと思いついて、ね、喋ったんで、なんだろうな、不自然な、ね、よくわかんない感じになってしまいましたが、また何か自分の中で調べがついて、話したくなったら話したいと思います。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。